どうも、メイヘズのリダです。岩です。北村です。ガッチャムです。絶対に笑ってはいけない iPhone11 の広角カメラ。ガッチャム。何って感じでしょ。最近メインフェイスで唯一 iPhone11 にしました僕が。はい、らしいね、うん、はい、 iPhone11 にはこうやってね、タピオカとか言われてるこのレンズが2つついてるわけですよ。なるほど。このカメラになったことによって、うん、めっちゃ広角の写真とか動画が撮れるようになりまして、はいはいはい、最初買った時にふざけて撮らしてって言って撮ったら、うん、めっちゃ面白かったんですよ。いや、そう、確かに確かに一回 Twitter にも上げたんだけど面白すぎて、うん、思ったより面白いからみんなに知ってほしいと、はいはいはい、でそれを俺らで笑ってはいけないに絡め、まあ、紹介していこうと。いや、もう一択だ。多分これを見たら本当に iPhone11 にみんなしたくなるんじゃないかなという。いや、したい。いや、それよりそうよ。案件くださいという。いや、それね。アップルさんに。そう。というわけで早速やっていきましょう、タイム。最初にそれに気づいた画像があって、はいはいはい。まあ、ジャブから言っていい？すごいよね、このカメラ。すごいよね。画質もめちゃめちゃいいし、うん、こうなんだよな。ジャガイモみたいだね、なんかね。その時に一緒にいた北村も撮ったんですよ、うん、こんなん笑ってて笑こんなことなかったよ。ナスなんだ、ほんと広角だからさ、伸びちゃうのよ周りがそんな長かったの最近、北村がここで寝落ちしたんですよ、うん、で、その時にふざけて撮ったんですよ、うん、あ、これ撮ろうって言ったんですよ、これとかも、ね、俺、いくけなすごいな、おっさんすぎ、豆みたい、何が俺めっちゃ深夜だったから北村寝ちゃって、うん、でその時ガチャマと俺が起きてて深夜テンションだったから、うん、もう一生笑っちゃってこれで寝れなかったんだよ、本当に知らなかったんです。これさっき撮ったんですけど、まあ、カズチハッピーターンかな。いや、すごい、え、合成みたいなんか、ね、なんかね、顔だけ合成浮いてるよね。確かに、だってもうこれ肩幅これがすごいめっちゃ普通に結構笑ってるけど、普通に笑ってるよ、ね、うん、8万だよ、お前。あ、そっか、やめるわ、人生。これまた違うんだよね。違いすぎでしょまた違うもんがさ、生まれちゃったのよ。テイスト変わってきてるよ。なんか、ね、なんだ、長いとかじゃないよねこれマジ俺みたいじゃん、ね、今撮ってみる、ちょっとカズチに、それで、まあ、大変なことになるんじゃないこっち近いわけあー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 これこれやばい、あれがアポロみたいになって全然笑ってはいけないじゃないしさ笑っちゃってるよ、若笑ってるさ、これ結構やばくないかこれもいいね、これやばいよ、すごいすごい、鼻折れっぱだから曲がってるし、ほんとだ、目いっちゃってるよかわいくなっちゃったすげえ、なにこれ、これ、これ漫画みたいな、漫画の世界のすげえな、カズチ撮ってみっか、あ、上からカズチみたいな上から宇宙人、待って、やばいだろ、もう宇宙人やろすごっ、今とかどうなの？今ちょっとグロいよ、うん、あ、今のちょっとあるよ、グロいよ、グロいよ、今のは結構グロいのよ、なんか汚いのよ、うわぁ死体じゃんこれもう言ってるよねこれやばっ、唇が死んでんだよ、死んでるんだよ、意思してんだよな、ギターの上からバージョンやったらやっけ、こんな感じっす、うん、ああ、可愛らしい、ね、宇宙人、宇宙人になるね、え、可愛らしいね、面白くない俺って、もしかしてクソブサイクなんだけどな、うん、俺はインカメでもできるんですよ、マジで、すごい、ここに入るんじゃない、この距離絶対撮れないからね、すごい、おー、いいもう笑ってはいけない、忘れてたじゃん、普通に楽しんじゃったよ、ね、うん、ね、楽しかった、普通に忘れてたもん、まあ、いいんじゃない、まあ、それはそれで、もうそれはそれで、たまにこういう動画もいいんじゃないか、はい、というわけでこの動画少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、Twitter のフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、それではまた次回の動画でお会いしましょう、グラ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 ミネン。